こんにちは。今日の講義は書籍、国際線外資系 CA が伝えたい自由へ飛び立つ翼の育て方あたりきは、自分らしい生き方へのノンストップ直行便ですについてです。この書籍はカナダを拠点とする現役 CA の体験記を通じて、自分らしい生き方を見つけるためのヒントや逆境を乗り越える力を養う方法を教えてくれます。著者は大阪出身の現役 CA であり、コテコテの関西弁と人間味のあるユーモアで知られています。書籍は以下の章立てで構成されています。第1章では CA の仕事について語られ、第2章では逆境に負けない心の持ち方が示されています。第3章では旅のハックが紹介され、第4章では自分らしい生き方への道を示すノンストップの直行便として描かれています。第5章では自由への飛び立ちをテーマにしています。特別コラムでは国際線外資系 CA のあるあるを4コマ漫画で楽しむことができます。この書籍はカナダを拠点に活動する現役 CA の生の声を通じて、読者に勇気と希望を与えることを目指しています。著者は1992年生まれの大阪出身で、現在はカナダのバンクーバーを拠点として活動しています。彼女の YouTube チャンネルは22万人以上の登録者を持ち、動画CA が教えるホテルに入室したら絶対チェックすべき8項目は171万回以上再生されています。彼女は日本テレビのマツコ会議など多くのメディアにも出演しています。この書籍は現代社会における逆境やストレスに立ち向かうためのヒントを求める人々にとって非常に価値のある一冊と言えるでしょう。国際線 CA の仕事や生活に興味のある方、自分らしい生き方を見つけたい方におすすめの書籍です。この書籍は読者にとって大きなインスピレーションを与えることが期待されます。現役 CA の体験談を通じて、逆境を乗り越える力や自分らしい生き方を見つけるヒントを提供することで、読者は自己啓発や人生設計について考えるきっかけを得るでしょう。またこの書籍は国際線外資系 CA の仕事や生活に興味を持つ人々にとって現実味のある情報を提供しています。特に若い世代や将来 CA を目指す人々にとっては、将来のキャリアや生き方について考える上での示唆を与えることが期待されます。さらに異文化交流や英会話、海外生活などのテーマは国際化が進む現代社会において重要なトピックとなっています。この書籍を通じて異文化理解や国際交流の重要性について考えるきっかけとなるでしょう。著者の人柄や活動も読者に好感を持たれる要因となるでしょう。関西弁とユーモアあふれる人間味あふれる表現は読者との親近感を生み出し、著者に対する尊敬や共感を深めることでしょう。この書籍を通じて読者は自己成長や逆境を乗り越える力、異文化理解や国際交流の重要性について考えることができるでしょう。さらに著者の人柄や活動を通じて、自分自身や周りの人々に対する理解と尊敬を深めることができるでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら健康的な体と心を持つことが豊かな生活を送るための基盤となるからです。知識や経験を積むことも重要ですが、それだけでは満足な生活を送ることはできません。健康で美しい体を保つことが日々の活動において必要不可欠です。そこでライザップが提供する結果にコミットプライベートジムとライザップウーマンが注目されます。これらのプログラムは単なるダイエットだけでなく、健康管理や美容に特化したサービスです。ライザップ結果にコミットプライベートジムは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供し、個々のクライアントに合わせたプログラムを提供します。食生活やメンタルのケアも含めてトータルにサポートし、リバウンドしにくい健康的な体づくりをサポートします。さらに30日間の無条件全額返金保証がついており、安心してトレーニングを始めることができます。一方ライザップウーマンは女性専用のプログラムを提供しており、洗練されたプロポーションを手に入れるためのトレーニングが特徴です。ウエイトトレーニングだけでなく、ファンクショナルトレーニングや食事管理、美容マシンを用いたトレーニングを行い、女性の美しさと健康をサポートします。さまざまな目標やニーズに対応し、効果的なプログラムを提供します。これらの特徴を踏まえると、
ライザップのプログラムは単なるダイエットだけでなく、健康管理や美容に特化したニーズに応えるものであることが理解できます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。